近、深海地でタコスを食べる。金大川児童公園からキャンプハンセンの第1ゲート前に向かっています。金町の人口は約1万1000人です。本来農村地帯ですが、米軍基地のキャンプハンセンが金町の 60% の土地を占有しているそうです。私は昔キャンプハンセンのゲート前で2年くらい仕事をしていた時期がありました。30年くらい前のことです。その頃夜勤が多かったので、毎日ゲート前の米兵相手の店からハンバーグやタコスを買って夜食にしていました。当時キャンプハンセンのゲート前の通りには米兵相手の小さな食堂がたくさんありました。扱う商品はどの店も同じような内容で、タコスやタコライス、ハンバーグやチキンバラバラが中心でした。チキンバラバラとは小さめのチキンの唐揚げのことです。これは今でもあるのかな。キャンプハンセンのゲート前に広がる飲み屋街を深海地と呼んでいます。新しく開けた土地、歓楽街の意味でしょうか。金の深海地には米兵相手のバーが多数あったのですが、今は少なくなっているようです。沖縄県内にある米兵相手の他の飲み屋街と同じで、ベトナム戦争があった70年代をピークに県内の米兵相手の歓楽街が次第に勢いが衰えているようです。私がいた当時からすでに米兵は地元の金で遊ぶより沖縄市の小屋へ遊びの場所を移していると、バーのママさんが教えてくれたことがありました。そして現代、米兵はコザからも離れて夜の那覇へも遊びに出かける時代に変化しているようです。左の公園は10年ほど前にできたんですが、無料の駐車場もあります。ベンチも多数あり、近くの食堂で買ったものをここで食べることができるので、とても便利になりました。今日はこのお店ゲート湾でタコスを買います。あ、すいません。
あ、すいません。タコス一つ。はい、どうも。はい、どうも。米軍には毎月1日と15日にペイデーというのがあって、給料日のことですが、ペイデーの日には目の前のキャンプハンセンのゲートから兵隊たちがこの通りを目指してドドドーッと押し寄せてきます。今でもペイデーの夜にはそうなるのかな。30年ぶりにペイデーの夜にここに来て兵隊たちを見てみたい気がします。つまらない話はやめて、タコスを食べましょう。
本日も最後までご視聴ありがとうございました。